ミーゼス研究所は、オーストリア学派経済学を広める目的で作られ、オーストリアの経済学者、ルートビヒホン・ミーゼスの名をとって命名された、シンクタンクである。リバタリアニズムや無政府資本主義、オーストリア学派経済学の研究者が所属している。ミーゼス研究所は、リバタリアン経済学者のマレーロスバードと、 リバタリアン系シンクタンク系統研究所の間で1980年代初期に起こった論争の後、ロスバードと彼の支持者を中心に1982年に設立された。設立理念は古典的自由主義、リバタリアニズムの政治理論、オーストリア学派経済学の教育と研究であると述べられている。ミーゼス研究所には設立当初からいる16人と後に 国内外から加わった70人のスタッフがいる。いかなる形態の政府も、抑圧的であり、富の創造にとって有害だと主張している。また、知的財産権に反対している。基本的に、リバタリアニズムの立場を取るが、文化面において保守的な立場を取ることがある。例えば、移民制限の支持や、2016年代大統領選挙における、ドナルド・トランプ候補への共感や、 道徳問題における保守派への共感などが挙げられる。このように伝統的価値観を商用するリバタリアンはパレオリバタリアンと言われる。出典は研究所ウェブサイト。ありがとうございます。